船囲いは、将棋の囲いの一つ。い、飛車対ブり飛車の将棋で、一飛車が用いる最も、基本的な囲いである。1955年、雑誌、将棋世界で、名前のついていない6つの囲いの名称を読者に、募集するという企画が行われた。船囲いは、この企画によって採用された名称の一つである。囲いの形は、8八角、7八玉、7九銀。 69金、58金、48銀型であり、玉が船に乗っているように見えることが、審査員から評価されて受賞された。名称の由来の項目で記載したように、本来の形は図マイナス1のような形である。この囲いを経て穴熊、左身の銀立やぐら、五筋くらい取り、箱入り娘、金無双型の大隅囲いなどへと発展させることが多い。 この囲いのまま用いるのは、右島飛車における、急戦策や、三軒飛車への超急戦、三二銀型島飛車への五七銀三八、飛戦砲や四三銀型島飛車への五七銀、四六銀右戦砲といった、藤井システムに対する、右銀急戦など。その後本来の船囲いとは異なる形でも一飛車の、急戦で用いられる囲いは、とりあえず船囲いと呼ぶ。 ことが状態化した。しかし、本来の形とは異なることや、囲いの名称を区別する方が便利であることから、現在では、それぞれの形に特有の名称が用いられている。例えば、エルモ囲い、大隅囲い、箱入り娘などがこれに該当する。六八銀型は、右金を一段目に止めておき、飛車の打ち込みに備える差し方である。 ご期限中飛車隊超速三七銀で品質する。また、ご期限中飛車隊四七銀急戦でも現れ、その場合は五八金右の一手が入る。五七銀左型は、対角道を止める振り飛車における急戦で最も多く、用いられる形で、場合によっては六八金上と玉頭を厚くする、こともある。五七銀右型もよく用いられ、別名を、ひしがこいという。 こちらは5七銀左型と違って、ここから、い取り先方と急戦の両方の作戦に発展させることができる。変速船が恋右島飛車では、図面の先手陣のような6八銀マイナス6一金マイナス5一金型の変速船がいなどもある。東大将棋ブックス島飛車道場16巻に掲載されている。長所としては、囲いにかかる手数が少なく、急戦に向く。 短所としては、一般に振り飛車側に比べて玉が薄いこと、玉頭や87の地点が薄いことが挙げられる。すべての形において、言えるのは87の地点が弱く、この地点に集中砲火を受けると弱い。また、発展型はいずれも、69の金が玉だけに支えられており飛車を1段目に、打ち込まれると 88X 同玉69、ひなりという筋がある。 6八に金が上がると前日の筋はないものの、8四桂7六桂の筋が6八の金に当たり、厳しくなるほか、一番目に飛車を打たれると、飛車の利きが8九まで直通し、7九に駒を打ち込まれたり、7七歩と打たれる筋が、通打になりやすい。どの駒で取っても8九、7九、6九に、銀や角などを打たれる手が残る。また続ではあるが5筋を絡めるなど、 横からぼちぼち攻められても七筋の玉には当たりが強く厳しいことが多い。ありがとうございます。